皆さんこんにちは。ウルトラマンブレザーオープニング主題歌僕らのスペクトラを担当します北谷ひろしです。ウルトラマンブレザーエンディングテーマブラックスターを担当しますマイデリンです。はい、いやまずやっぱ嬉しいですよね。はい、あのまあ男たるやというか、まあ、男に生まれたからにはやっぱ特撮ヒーローには憧れはすごいありますし、ましてやそのウルトラマン その主題歌を歌えるってなるとやっぱ気合は入りますね。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そしてそうですね、はい、私タイ出身の私にも、うん、あの子供の時から、うんうん、あの見てそうだった作品なので、あの子供にも大人にも勇気や希望を与えるウルトラマンのパワーをあの表現できるように全力で頑張っていくぞと思いました、うん。みんなと一緒に歌っていただきたいというのもありますし、でもそのウルトラはファンに喜んでもらえるように楽曲にしましたし、でみんなの心にいつまでも残るような、楽曲に、しました。そして私のブラックスターはあの仲間とのコミュニケーションがメインテーマで、困難を乗り越える時に一番大事なのは仲間のことを信じること、そして仲間に自分のことを信じてもらうこと、そのためには怖がらないで友達とあのコミュニケーションを取りながら一緒に戦っていくぞというメッセージを込めた曲になってます。最後あのブレザーの最後のとこなんですけど、光よ明日を導け、光よ明日を導け、諭すというかもう願いをドーンと、ここの部分はやっぱね一番魂込めたんで、ここをぜひ聴いていただきたいと思います。そして私はあのサビの前にダイヤモンドみたいに強い閃光を解き放て、ダイヤモンドみたいに強い閃光を解き放て、ここはあのすごいウルトラマンらしさやあのパワーとかあの感じられるパートなので、歌ってる時も自分自身も強くなった気持ちになりました。はい、もブレザーとともにね、オープニングもエンディングも一緒にも楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、あの今回のウルトラマンブレザーもあのストーリーの面白さ、そしてアクションシーンのかっこよさは、うん、想像を超えるくらい素敵な作品になると思うので、早く世界中の皆さんに見てほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウルトラマンブレザー放送開始まであと7日。明日のカウントダウンメッセージは春のレッツ役を務める加藤雅也さんです。お楽しみに。